スマートフォンもありがとうございます。今日は。セ接収ラックありがとうございました。ちょっとさ。今週。コンシーラー。持ってきていい、ちょっと。ちょっと気に、気になるんだ。 よいしょ塗る前に持ってきちゃったんもう帰ってきちゃった はよしハートと雪はありがとうございます今日は最終楽ありがとうございました最終楽で喉喉痛めんが五人ぐらいいてまさかの最終楽で感想が 激ヤバでもなんとかなんとか歌い切れましたハートありがとうございますね、よかった本当にお疲れありがとうございます 1> 1年間私なんていうの合算したら本当に数ヶ月分だけど本当にありがとうございましたかわいいありがとうございます1年間「ゆベベル公演を見て遊びに来てくださったり見てくださったりしてありがとうございましたなんかねなんか なんかなんだろう。この公園に終わりが来ると思ってなかったっ。ですね。アイラブユー、ありがとうございます。一回で見に行ける方、少なくてごめんね。私が <laughs>。私が全然。出られなかったので。ハートトーナメント、ありがとうございます。 何だろうな NGT の公演って今までいろんないろんな演目何て言うんだろうな今いろんな演目やってきて何か何だろうまたこうして一つの歴史が幕を閉じるんだなと思うとその瞬間に立ち会えたことが何か。 誇りですねもともと好きなグループだったからなんかそれをメンバーとして最後に見れてよかったですありがとうございます最後に最高の路線で見れて嬉しかったありがとうございますドラマありがとうございますまたね来週からは 新たな N G T が始まるのであ申し込んだありがとう早、はい、はい、私は初日の夜公演に出させていただくので今回はなんとガラッと昼夜でメンバーが大変わりするので 割と割と前代未聞じゃないですかね。同じ演目でメンバーが大変わりって。ハートとクマさんありがとうございます。雪もありがとうございます。確かに奇生声生ばっかなだよね。今の今もう。九人のラニキがいて。 そうなんか今までのね48グループだったらこう1チーム1公演制みたいな感じだったんですけど今回はだって同じ演目ってさみんな知ってるよねめっちゃ今更だけどこれがネタバレとかなんないよねさすがにさいやひょっとしたら違う曲やるかもしれないですよ。 めっちゃ今更すっとぼけんだけどまあ NGT はチームがないのでね「<laughs> 雪ありがとうございます」チーム制ではないならではのというか「<laughs> オーバーチャん」が流れる気がするまあ、待ってそのネタ 夢がが先に気がつきたたかっためっちゃさ聞かれるじゃないですかショールームでさ「瀬戸り教えてよ」みたいな「うわそのネタ夢が先にいたかった」え「えおばあちゃんとかあるんじゃない?」みたいな「うわ言いたかった」めっちゃもう。 カラコンがカラコンがつらい目がしばしば 小ありがとうございますなんかやっとしたんだけど忘れちゃった今日さ本当にちょっとこんなこと言ったら悪いんですけど今日久しぶりにもう満員御礼な劇場を見て。 本当に嬉ししくなりましたみんなもみんなさ普段から来てよ <laughs> みんな普段から来てくれよ。おしゃべり会でさ「いや俺普段行ってるのに千秋楽だけ外れたよ」みたいな。 方が何人かいらっしゃって、かわいそうだった <laughs>。雪だるまありがとうございます <laughs>。ね、もう本当に。<laughs> 逆に普段から言ってて、今日も当たったよって方いらっしゃいますか。みんな何タイプ。みんなのタイプ教えて。 普段から言ってて今日当たったよか普段言ってないけど今日当たっちゃったか普段言ってるのに今日外れたよかごめん普段も言ってないし今日も行けなかったあいつも言ってるけど外れたありがとうございますあごめんもうごめんだけ聞いて分かった 普段行ってはははははゆめたんがいる子にしかいなきゃいかない <laughs> 言ったねえマイ公演見に行くからねじゃあ客席だけ客席見てパトロールして帰るね <laughs> 普段行ってるのに今日投げてないなんでやねん 普段んられてて今日もはいけたありがとう <laughs> この前干したのに当たったおい言うなそれだけは <laughs> 今日お見送りに若干人見知ったもん人見知りしたあのすごい 久しぶりにお会いする方とかはじめましての方とか <laughs> いつもましての方ももちろんたくさんいらっしゃってくださったけど「あはじめましてありがとうございます」みたいなハートありがとうございますねえ見てカフェオレこぼしたさっきでもまだ間に合う と思ってる美美ちゃん T シャツ着てる人多かった気がした本当にありがとう驚かれた気はした多分気のせいじゃない この間木曜日に今日で千秋楽の人でほぼほぼ手を挙げてた。待って、確かに夢もさ、28日の公演でさ、今日が千秋楽、個人的千秋楽の人みたいな感じで、アンケート取ったらさ、いつも、もういつもありがとうの方たちが、めっちゃ手を挙げてくださってた。確かに、ファイトありがとうございます。それですわ <laughs>。やばい、該当者すぐいた。 だって、喉痛いなんかさでもねあのね風邪ひいてる時とねよりは辛くないんだけどなんかさなんか食べる食べる時に辛くて飲み込む時とかあと今笑ったらね今ピキってきたピキはおかしいかじくってきたあワイもほ本当に でもさこの間ショールームでさ喉痛い人って聞いたらさそんなにいなかったじゃないですかでも今日メンバーに聞いたらいっぱいいて安心したやっぱりみんな乾燥の時期だよねって思ってこれ何なんだろうねでもあでもまあそっかリハーサルで歌,歌わなければならないけど1週間公演 ないから喉休むかなと思ったけど火波があったなんだろうねずっと喉が不調です膝どうしたのベッドでベッドフレームにこすっちゃってちょうど膝の高さだったのベッドフレームが そしたら結構ザクっていっちゃって、まあそこ張り替えてもずっと血が滲む状態でやむを得ず、まあそこ張りながら出ましたでもさすがに止まったかなでも載せる写真は全部、まあそこ消そうと思ってますでもよくさ気が付いてくださいましたねなんかさリハとかや何かそうなんですよねなんかさ お見送りでさ全然本当に私推しじゃない方から「膝大丈夫?」って言われてびっくりしたなんか私推しの方だったらさ私推しの方でもさ膝のばんを気づかれたら気づいてくださったらすごいけどさ全然他の子推しで推し面じゃない子の膝のばんこう気がつくなって今話してて怖くなってきた。 ひょっとして。汗しか見てない。やばい。増えない方が良かったかも。 よくよく気づいてくださるなと思ったんですでも最善ってさ首こんなんだよね分かんないけど <laughs> これは行き過ぎかこれくらいえでも顔ってなったらこれくらい確かにそれは これぐらいだったら、足ですもんね。<laughs> ありがとう。映画館より。辛くない。ゆめさん、本当に思うことがあって。なんか。 先輩方の公演のゲネプロとか見てる時に本当に34年前とかその時ゲネプロでか関係者の方が何て言うんですかね報道報道陣の方という記者さんたちが真ん中に座ってらっしゃってそ研究生は上手。 ブロックでみたいな感じだったんですけど、なんか上手ブロックでこう座って見てるじゃないですか。普通にもう首が2時間こうじゃないですか。本当に首が痛くて、だから本当にありがとうって思う。なんかしかもこう最善とか、それこそ上見上げ、斜め上見上げながらじゃないですか。本当にさ、なんか みんなマッサージ受けて帰ってほしい本当にありがとうなんかカに刺,刺されみたいなのができてるえ怖いなんかさ4連でさカに刺されみたいなのができてかゆいえ怖くない4連何これ ゆい、かゆい。みんな。さあ。冷蔵庫と残酷、どっちの方が良かったですか。あと一つで、みんな楽しまないで。 でも割とさ、半々かもしれない。なんか、ファンの方にさ、なんか、ゆめたの残酷よかったよとか、冷蔵庫よかったよとか言っていただけるけどさ、半々ぐらいかも、今まで言われていただけてたの。残酷イケメンだったありがとう。え <laughs>、ね、本当に半々くらいじゃない綺麗に。 あでもちょっと残酷優勢かな。<laughs> ハドホートとシさんはとラブレットありがとうございます <laughs>。夢的には歌はう音程はがっつり残酷なんですけど冷蔵庫本当に私声が低いので本当に秘密にしてーみたいな本当に。 声は本当につらかったんですけど冷蔵庫の値が高かった頑張っ頑張ってた努力は努力はしてましたでも声は低かった努力はしてみた でも顔は冷蔵庫の方が作りやすかったかも花束ありがとうございますなんかシリアスな表情よりかニコニコの方がやりやすかったかも誇りな衣装もう見れないのかそうなんですだからぜひ 着ないなら買い取らせてほしい夢が普段着にする冷蔵庫の中身を打ち合わせするんですかします私がいる時はしてますでもわからないはるかに夢たんって冷蔵庫の中身打ち合わせするよねって言われたことある私は心配性なので ありがとうありがとうございますしっかりか帰り道の雑談も話してましたオーナメントありがとうございますおしゃべり会できてま来たーい 誰の,衣装着てたのえっと最初はみゆみゆとおそいだったんですけど途中から NGT にも在籍されていた大先輩のお衣装ばかりしてました私の誕生日に卒業コンサート待ってめちゃめちゃ今なんか自分中心だった私の誕生日になって。 まささしてください <laughs> <laughs> 夢とはに高額をベッドして衣装を買い取りねえさ夢もじゃあそれ以上出すから <laughs> せる冷蔵庫の衣装って結構いるからそうなの夢一着しか着なかった あの肩出しのやつしか着たことなかった雪と雪だるまありがとうございます <laughs> オークション始まってて草あでも残酷はもうポジションによって衣装の形が決まってるので上下でだから私も上下入れ替わるときは衣装変わってました毎回 冷蔵庫の髪飾りなななしだったそうなんですよねなんか冷蔵庫の髪飾りって本家の方にはないらしくて AKB さんのそうなんか NGT の衣装さんが作ってくださったらしいんですよねサングラスとかねお疲れありがとうございます ハタありがとうございますアイラビューありがとうございます <laughs> やばいんがめっちゃねカラコンがねもう外してくれって言ってる 雪ありがとうございます。劇場のおきがになったりしないよね山国の傘、やばすぎる。あれ、そして今、新潟市内歩いちゃうから、ばンダい。<laughs> でもあれ、紙なんです、知ってましたか?「三国の傘」、すぐしめっちゃ、<laughs> すぐ破けちゃうよ。紙っていうか、ビニールじゃないあ、そりゃそうか。 すみません私が無知でした申し訳ないです雪とだるまありがとうございますエド時代は髪待って確かにその時代ビニールなんてないですよねすみませんすみません ありがとうございます。でも夢ほんとにさ残酷の衣装着てみたくて当時からそのもう5年前からてか NGT が好きになってから嬉れしかったなあ。本当にさ夢が ごめんなさい親が好きになった頃の NGT が高橋さんだいたけど私私すみませんあのサイコさんでしたすみません私お披露目新規でしたすみませんあオーディション写真育成さんオーディションお披露目写真新規でしたすみません本当に大子さんですみませんはいで読めさんそうまあそんなことは置いといて <laughs> なんか オーディションの時のショールームでも夢さそなんかその NGT のファンの方からコメントしていただくことが多くて「で誇りの格こいい何が好きなの?」みたいな「誇りの格こいいんで好きな曲は?」みたいな質問で「ラスベガスです」って答えててだからラスベガスも一回やってみたかったな。 あのラスベガス衣装で菜々子さんの卒業公演でやらせていただいたけどいつか衣装着てやりたいな「雪いた雪だるま」ありがとうございます「ます」「ありがとうございます」で消えたよね残酷な雨の衣装ジャケットの下が肩出しで結構衝撃的ですそうなんですよ なんでだろうね暑さ対策かなジャケット羽織ってるじゃないですかあの下ねもう本当に何て言うんだっけチューブトップみたいな感じでもう本当に肩も何も何ないんですだからめっちゃ涼しくて頭3曲でめちゃめちゃ汗かくんですよだからここだけの話ここだけの話ですよ絶対に言っちゃいけないですよ メイクルームとメイクルームと衣装部屋の間はもうジャケットなしで移動してました。<laughs> おはさまと先級ありがとう。あ先級じゃないラブありがとうございます。 ソクルダウンタイムでした <laughs> ここだけの話固まって聞けなかったなんか暑いからジャケット脱いで楽 <laughs> 屋過ごしてました <laughs> でもメイクさんと衣装さんとメンバー「いやメイクさん」って言ったら「 アレクサが起動した。アレクサ？アレクサ？アレクサ？あもう聞いてくれ、うん？なんだっけ。あ、そうメイクさんと衣装さんとメンバーしか見てないで。 ところでゆきやありがとうございます二0分始まる前わちゃわちゃさねえ恥ずかしいごめんなさいね私たちさ本当に舞台されて黙れなくて本当にごめんなさいよくスタッフさんにも聞こえるよみたいな声声大きいみたいな言われるんですけどスタッフさんにも本当にごめんなさい本当にうちって テンション高くて、申し訳ない、今日は、今日は下手袖でか、かいかいん？五人で待機してるんですけど、二部始まる前、もうこの五人で下手待機は終わりだね、バイバイみたいな、で盛り上がってた。ハタありがとうございます。おはさまもありがとうございます。やっぱ聞こえるよね。ごめんなさい。少しい、いや本当にね毎回ね、のスタッフさんに。 していただいてあっやばいみたいなあそうだったそうだった黙ってなきゃって思うんですけど毎回忘れるんですよね本当にごめんなさい学習しなくてもう恥ずかしい生ゆめちゃん超綺麗でしたあらあ もうお見送り前すげえうるさかったねすげえそんなに待ってお見送り前ね夢ね何してたかなやばい覚えてない本当に本当にね本当に黙った方がいいよね本当にごめん新公演から気をつけます それも含めてライブ感です。優しい <laughs>。ありがとう。暖か。心広。<laughs> やばい。もうどったい。私開演前に。いつも。 会議に背中叩いてもらうんですけど今日カかっこイチ強くて会議も気合い入ってて「あっ!」って多分その叩いた背中叩いた音絶対客席に聞こえてたと思う静かだったオーバーチャー中に叩いてもらうんですけどいつもでめっちゃ痛くてめっちゃギャーって叫んだんですけどみんな聞こえてたさすがに ホールで聞こえなかったかな。<laughs> 腰赤<か>そう、<laughs> 考えてなかった <laughs>。本当に気合入れの気合入れの一本だった。コマばありがとうございます。いや寂しいね、なんか今更だけどそうやって考えるともうもうえおくりのかも んか今本んに嬉しくて誇りの丘再演できることが。加入した時から誇りの丘だったし翌年の周年公演かなでもう誇りの丘やったし。 本当に私誇りの丘の衣装がほんとに好きでおお花とと星様ありがとうございますしかも歌がめちゃめちゃよくない歌詞も。はトありがとうございます。なんかこんな,こんなこと言うのも恥ずかしいんですけどなんかさやっぱりさなんて言うんだろうこう曲を歌詞をさこう届ける。 のにさ、やっぱりさこの,このことで恥ずかしいんですけどなんかなんて言うんですかねラブ,ラブソングよりもさそういう誇りの丘の夢夢系の歌詞の方がさなんて言うんですか感情移入できる、できるしやすいっていうか。 気持ちを込めやすいみたいな感じじゃないですか。だからしかもさ何て言うんですかね「誇りの丘」の歌詞もめちゃめちゃこう共感共感できるというかもうまさにその状況みたいな。 なんかそう頭3曲が本当にめちゃめちゃなんかそう世界観に没入してしまう曲というかですごくそうなんかパフォーマンスしててもめちゃめちゃ楽しい3曲だったのでしかも衣装もかわいい。 1> かのか1曲目が始まったかなって湧き上がるわかるわかるなんかねわかるよ気持ちなんて言うんですかねもうオープニングにぴったりって感じですよねなんかな,なんて言うんですかね人生のの始始まり誇りの丘で始まりり丘でたい <laughs> なんかさ「<laughs> 誇りの丘で誕生したくない?」 ちょっと待って。と <laughs> か、もしさ、なんか、赤ちゃんを産む人がいたらさ、もう、出産の瞬間に誇りの丘かけたい。<laughs> でもあれが一番に染みました「今日までやりきいた熱い情熱こそ」がなんかその歌詞を今日歌ってめなんかもう「今日じゃないですか今日まで今日までやりきった熱い情熱こそ誇りだった言える」ってもう「今日じゃないですか」誕生してすぐ煽り入れる赤ちゃんやばい誰 <laughs> が はめて「ありがとうござや、ます」みたいな赤様です、ね、生まれたあとであなたの代わりはいない最高赤ちゃんに歌わせようお母さんとお父さんに向けて「え最強 いやーなんか今誇にのかなか柊穂さん頭ん中で思い浮かべてさ今なんか感動しちゃった声出せますかおぎゃいいねうわーじゃなくておぎゃいいやでもあんたの代わりはいないが一番好きかもいや一番とかもほんと決められないけどなんか 本当にさあの曲さ楽しくないなんかもう本当にさこちら側からもう皆さんに向けての曲だと私は捉えてるんですけどひょ、まあ、っとしたら皆さんが私にとってそう思ってくださってるかもしれないですけど。 夢は、<laughs> 夢は、<laughs> にサビの、うかついておこうたっていいんだよ、を <laughs>、え、なんだっけなたなかありゃいない。そんな、違う。私はどうかな頂いたい頑張るあ、時には喧嘩もしよう。時には喧嘩もしよう。うかついておこうたっていいんだよのフリ、の振りの歌詞の時に、なんか <laughs>、 なんかあ、めちゃ,ちゃったなんかちょっとなんかふら,ふら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 しがちなふらふらしがちな方を方にってやるのが好きでしただって毎公演いるんです そういう,かそういう対象の方が毎公演なぜか毎公演なぜかね毎公演その歌詞の時にその歌詞でその歌詞の時に目の前にそういう対象の方が必ずいるんですね。にさびもラッサビも同じ歌詞なんですけど、まあ、大体いるんですよ私の司会のに。なんででしょうね。ありがとうございます 雪だれありがとうございますだから、ね、押しの方には <laughs> してないです <laughs> そこで <laughs> 待ってよかった先週の終わってから言って単押しの方にさ「俺もやられたいから押し増やそうかな」とか思われたら困っちゃう「かっこいいありがとうございます <laughs> 何がうん。<笑><笑> サッターありがとうございます喜び楽しかったゆめちゃんすっごく可愛かったありがとうなんか小さいつ三つ分以上にすっごくって言っちゃったけどありがとうまた新公演でお待ちしてます 頑張るのとこ好き。え、嬉しい。夢、あそこね、じ、地味にっていうか、個人的、お気に入りポイントだったんです。え、気づいてくれる人いると思わなかった。なんか、頑張るの歌詞で、もう誰よりも <laughs>、頑張ろうって思ってた。めっちゃ、なんだろう、がんるの振り付けめっちゃ、頑張ろうっていつも、思ってた。嬉しい。夢のこだわりです。 お花ありがとうございますゆめちゃんイクメンだって待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 ってラスベガスで結婚した記憶もないし赤ちゃん産んだ記憶ないんだけど待って私どこで育児してたかな待って待ってどういうことゆめちゃんえ誰か育ててたっけゆめ どういうこと？<laughs> えこれ五時？わかんないよ。<laughs> 結婚すらしてないのに。なんなんだ？<laughs> あ、あ、イケメンなんだもんみんな何の曲が一番好きですかゆめゆめちゃんのユニットだから「冷蔵庫」<laughs> とかじゃなくて「とかじゃなくて「ほこりのお公園」の演目の中で一番好きな曲なんですか 夢,は夢君のニュースかも私メロディメロディ派なんですけどこんなけ歌の話語っといてメロディ好きな曲はメロディで選ぶタイプなんですけど。 埃の丘あなたの代わりはいない優しさ残酷な雨優しさ左腕結構バラバラだねえ本ほんとにさ「ほこりの丘」ってさもちろん何んて言うのもうこの世の曲全部素敵な曲だけどさ特にさ何て言うの自分好みというかほんとに「ほこりの丘公演」って素敵な曲ばっかりだよね。 あなか待って「あなたの代わりはいない」ってみんな何て略してた何て何て訳してたんだろうメンバー「あなたの代わりはいない」って略したことないかもしれない <laughs> なんだろう確かに誇りあなたの代わりはいない優しさ 左腕、残酷、ラスベガス、ゲス、冷蔵庫、祈り、君のニュースあんたのわりはいないだけフルネームだはたありがとうございます、まあ、君のニュースも確かに 寂しいなこの公演終わってしまうの終わってしまったけどあとエビさも本当にさ2人乗りの自転車の大ファンなんですコンサートでときめせのコンサートで初披露して2期生はあの1期生さんがパジャマドライブでやってたんですけどやってらっしゃったんですけど 瀬戸井入っててて嬉しくてえ、ね、みんな好きでしょ何であんなにいい曲なんだろうねえなんであの曲がさ素晴らしいよねえ本当ほんとにさ曲のもうすいませんあのオタクって言ってしまうんですけど私も曲楽曲オタクなんですよあの たオタクっていうワードチョイスなんですけど本当に私も何だろうちょっと本当に好きな曲になると私興奮しちゃうんですけどあの曲やばいよ、ね、あのさ何て言うんですかねもうイントロでさイントロ本イントロ始まる前のさこの何て言うんですかねもう フェードインしてきてこう高まっていく感じからのあの振り付けもさ結構天才的じゃないあのもうさ音一発目のジュジュンからさメンバーの顔がパンってさやっぱりこ,このさこの頭頂部からの顔パンがさ素晴らしいんですよなっな,なんかさメンバーの頭頂部見てるじゃないですか パバーンってなった瞬間にさ、こうメンバーのご尊厳がもわんって出てきていや私あの曲ぶち上がるんですよねなんかなんかさなんかわかんないけどさなんかなんなんでなのなんかさすごいさ 楽しいしかも私そのさもうイントロが一番一番ではないけど全部曲通してたけど曲通して一番入ってるけど気合いなんか曲頭がもう本当にやっぱり曲頭が。 決め、決めどっけ。そのさ、曲頭がさ、曲頭でも決まるじゃないですか。やっぱり。でさ、だからもう曲頭でもはい、入るんです。雪ありがとうございます。でしかも え優しさの曲あったらさえ本当に夢あの瞬間決まってるかなって思ってさハタありがとうございますそれでさそうで私最下なんですよポジションがで大体そのじゃじゃん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 かじゃん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 でカメラに抜かれることが多くて。 嬉しかった <laughs> 全メンバーの暗闇から二人乗りの自転車の表情の切り替えまとめ映像ほしい確かにだって一つの恋が終わってまた始まってますからね暗闇から二人乗りで曲が好きなのダンスが好きなのえっ待ってこうしすぎてコメントやめてない曲が好きなのダンスが好きなのえっでも いいや、曲かもしれないどっちも好きだけどどちらか決めれないと許さないって言えたら曲です。えー、あの曲本当に好きだったななんかメンバーとさめっちゃ目合う曲でもあるしファンの皆さんとも。 なんかレスしやすいしもうんてうんですかねファンの方が楽しそうなのもめっちゃもう実かに伝わるからでもフォーメーションオタクだよねあそうですそれは一番にありますねえ二人乗りってフォーメーションも素晴らしいと思うあのさなんかさやっぱりさ歌割りといえばこう中央に寄ってきて 歌うとかかじゃないです2人でとか、まあ、あと「上下でどっちかに寄って」とか「二人乗り」って中央から始まってここで歌ってでここで歌ってここで歌って出てきてでそしたらこっから歌わりが始まって中央に寄ってきてでここで歌ってサビみたいなわかりますかこの何て言うんですかねこのどこから始まるか予想ができない感じ肩ありがとうございます。このイレギュラーな感じ ちょっと待って伝わるなんか違う違うんです二人乗り <laughs> みんな頑張ってついてきてお願いだから夢を夢を置いていかないでじゃなくて置いていかないの逆 <laughs> どこにいてもお叱らないすもらえるチャンスはそうなんですいやそうなんですみんな気付いてた夢さ 割と最初もなんですけど、ね、サビ。ただのクラスメインあ違う違う僕にとっては特別な君でもでさ4回こう指さしたじゃないですか私さ上手ブロック紙手上手の立ち目ブロックにもレッスン送ったことあるし下手の柱後ろにもレッスン送ったことあるんですけどそういう時ってさ推しのこと見てるもう諦めてさ。 前にいるメンバー見てるのどっちですか私これ結構聞きたかった推しが対角線上に行ってもさ見てるなんか <laughs> あめっちゃ正直な人いる諦めて前見ます正直でよろしい すごい遠くから来たことありますあ,ありがとうしっかり見てくださって近すぎると目そらすのに失礼かなそういう方もいらっしゃいますよねでもそれも素敵だと思う最前前以外より確かに TPO によりますいい人 二人乗りって新公園にも入らないですかねさすがにコンセプト的に無理ですかね二人乗りの自転車 NGT48 バージョンとか無理ですかね でもさ、新公演と並行してさ48グループさんのこう歴史のある公演もやりたいですもうただのもう自分のマジでただの自分の願望もう並行してでいいので目撃者やるやりたーい イメスナオみたいわかる。再演してほしいですよね。やっぱりさ皆さんさやっぱりいろんな <laughs> いろんなホットエイトグループ他のホットエイトグループさんホットエイトグループさんを応援してきた方が多いじゃないですか <laughs>。だからやりたいよね。 うわ、ニキドラパーティー選手なんりねやりたいやりたいけども、9人しかいないのしかもセンターもいないし。ハートと良きありがとうございます。僕たいやりたいえ、めっちゃやりたい。イランランランめっちゃ好きなんですよね。マナヒナ夢メユナでやろうとしてた。めっちゃ、めっちゃ急に、急な暴露、バクロ、バクロ。 カシャドラ見たかったわかるいたよね。本当にさ、なんか夢しか広がらないですね。ねなんかフォーティートグループの歴代公演、ハシャダラ見たいみたいな。 てもでもの夢たんみたい。なんかさ、大昔にファンの方が、もし人気ドラでパジャマドライブ公演をやったら、みたいな。夢ね。その、本当にその方の妄想なんですけど、夢、ひのちゃんと夢で、てもでもの涙だった。<laughs> やってそう、二人で。したら、残酷やってた。気がついたら。 命の使いすきあとそう2 years later 好きすぎて、ね、冷め方のやれたからねあっでもでもねなんだっけ新春公演で奈々子さんとやった。 めっちゃ緊張したなんかその時加入して3年目くらいだったんですけどその3年の中で一番緊張したでもでもがなんか菜々子さんとはるさんでよく「トイろ公演」でやってらっしゃったイメージあったので私が務まるのだろうかみたいな,なんかね指定コンビみたいなのでやコンセプトがあって。 ゆかさんとひのちゃんで残酷でななこさんと私で「でもでも」みたいなあパジャドラはね今年の新春周年かななどっちかかですなんかメンバーがせ先リストをあのスタッフさんが作ってくださってでメンバーがあとは決めていいよみたいな感じでくださってその中にパジャドラがあってでそうひのちゃんが何かなんだっけな 軍団長みたいなででそれで「夢やりたいのある?」って聞かれて「えっ夢魔女団やりたい!」って言ったらそうあっさりあっさり通っちゃった本当にやりたたかったのさあのねここだけの話なんですけどなんか「サメカツナでユニットを増やすってなって夢ユナコとペアユニットユナコと2人でユニットをやることになってユニット曲。 ゆきはありがとうございますでその時結局「初恋の鍵をやらさ」って頂い,いたんですけどパジャドラやりたすぎて2人で二人でパジャドラする線もあったでもさすがにさすがに2人でやるのは申し訳ないよねってなって諦めざるを得なかったんですけど本当に好きすぎてパジャドラが。 だからそう今年の今年の新春どっちだっけあれ新春周年かなでできてよかったですいやーでも今一番言いたいの僕の太陽かもしれない。 でも僕の太陽の歌詞めっちゃ好きなんですよねそうゆかさんの卒コ婚で初めて歌わせていただいてなんかもう感動した「ゆきありがとうございます」そう考えるとホテットグループの可能性無限だ。本当にねあのもう本んにあのなんて言うんですかね もう全グループの大先輩方のおかげで私もこうして活動させていただけてるので本当に本当になんかすごいねなんかねっ。 ハタありがとうございます。やば今日僕の体を聞いてねよう。あファンレター好きわかるよ。やばいなんかかなる。ハタありがとうございます。 うん。ねえいつかできるといいなファティートグループの歴代の公演。 全座があるぜ私いいね記憶のジレンマいいねうお腹鳴るもう本当に何はともあれリバァイバル公園。 無事にって言っていいのかわからないですけどちょっと夜公演の状況が私もちょっと全然詳しくないんですけどね無事に終われて少なくとも昼,昼公演までは無事に。 幕を閉じることができてよかったです一年間ありがとうございました私推しでその半年間行かなかったよっていう方も 劇場を支えてくださった方も遠くから見守ってくださった方も本当に NGT の公演を1ミリでも見てくださった方と見てくださった方本当にありがとう。なんかさ何が。 なんて言うんてうですかねなんか卒業以外でさこんなに寂しい気持ちってなかなかないかもしれない。リバイバル千秋楽の実感を入いてきたわかるー なんかみんなのツイートとか見てて時間枠新公演も楽しみにしていてくださいあと1週間後なのが本当に信じられないけど本当にあとあと2週間欲しいな。 ゆみウがゆめちゃんと一緒に公園でなくて寂しがってたね。そうなのよ。初日も私たちバラバラなんです。また、そうなんかその公園公園がこの公園が終わってみると出れるねってなったのにまさかのあまた違うんだみたいな私たちはやっぱり 残酷なので、引き裂かれる運命らしいです。ありがたりさん話してる、本当に。やっぱり、この出会いが一年早ければ <laughs>。 ねだから、今度は今度は私が違うポジションを覚えなきゃュウがミュウが,ュがこ,のこの前は違うポジション覚えてくれてっていう言い方違うけど覚えてみウが違うポジションを覚えたおかげで <laughs> なんか言い方はむずいけど私のためにってわけじゃないからなんだろ覚えてくれたおかげで一緒に出られたから。 ねそろそろランキングを読んだ方がいいですか50あ、五十八分だじゃそろそろランキングを読ませていただきたいと思いますもうずっとさずっとお腹の音聞かせて本当に恥ずかしいちょっとお腹の調子悪いんですよねそれではあ、前髪がランキングを読ませていただきます いきます13位くにさんありがとう。待ってこいめにするね。ありがとう。12位てっちーさんありがとう。11位とうごうさんありがとう。10位たむひろさんありがとう。9位しんごさんありがとう。8位チューバーさんありがとう。7位まこちゃさんありがとう。6位ゆきさんありがとう。 ごい砂まじりさんありがとう。四位高田さんありがとう。三位勝戸氏さんありがとう。二位まみまみさんありがとう。そして一四田さんありがとう。ありがとうございます。ちょっと思ったよ高い声が出なくてすみません。でもテンションは高いと思ってください。 本当に改めてありがとうござっ今日も今日も TikTok 撮ったのでまたあげますあといつかどこかのタイミングでなんだ衣装の写真とかもあげたいなと思ってるので待ってなんかえなんかささっき蚊に刺されみたいなって言ったじゃないですか だったびっくりした寒冷ですね多分びっくりしたでも原因が分かってよかった勝手に解決しちゃったけどありがとうございましたクリーム塗って寝たいと思いますそれでは皆さん明日から月曜日頑張りましょうおやすみまたねー